んにちは、山手駅研究家の梅原です。はい、今回はですね、こちらに書いているこの未来予言ができる、元相の不思議という形でね、この目を見て、未来を予言しましょうというお話です。はい、それでですね、やはりもう皆さんもね、これ人相じゃなくて普通に言われていることですけども、目は心の窓ですよと。なぜかというと、この目っていうのは唯一この脳のね、出先器官で、脳が、っていうのはもうあの頭蓋骨の骨の中に隠されていますけども、目だけ唯一この脳からの出先なんですよね。直接連携しているので、脳の一部が外に出てると考えていいわけです。だからこの目がギョロギョロ動いたり、目の動きが変わったり、目の充血ですね、そういうのがするだけで、脳の中のその意識、神経系が変わっているから、それがもう目にはもう正直に出てしまいます。だから心の窓ですよという形で、人相ではもう相手の目の輝きとか目の変化を見るのがもう一番ですよね。これがまあ脳は目、もう脳の出先器官であると、それは目であるということです。で、面白いのは日本人の場合、モンゴロイドは基本的に瞳が全部黒ですよね。海外に行くと緑やったりとかね、あ、ブルーライトとかブルーアイとか、そういう方おられるんですけど、グリーンとかね。はい。だけど日本人の場合は基本的に黒なんですけど、この黒の瞳なんですけども、実はこの黒の瞳にも色があるんです。よーく見ていくと、あのハーフとかじゃないですよ、純粋に日本人同士でとしても黒なんですけども、ちょっとね、獣眼って言って茶色になっていく時があるんですね。その、まあ、獣の目は大体茶色いんですけど、でこういう茶色の目に変わっていく、自分が毎日目を見てて鏡で見ていって、ちょっと茶色になった時、もしくは、そういうのが分かった時、相手の人が茶色かった時は、この、獣眼っていうのは基本的に、まあ、白状というか、人を裏切るとか、そういう何かそういう時、要するに思考が変わった時にはちょっと茶色っぽくなるので、人の瞳が黒いか茶色いかっていうのは、見るっていうのはもう僕たちのもう上等手段なんですけども、黒がね、もう真っ黒、いつもよりもすごい黒い、明らかに黒いなっていう場合は、その人は不安とか恐怖を感じてる時なんですね。だから脳がその出先器官なので、その色でも十分分かりますよと。あとこの瞳がね、あの猫じゃないですけど、大きくなったり小さくなったりするというのは、暖かいところに住んでる人は瞳が大きいんですけど、寒いところに住んでる人はこの瞳のがちょっとちっちゃくなっていくんですね。で、瞳が 目の形というよりも目の全体の中での瞳が大きい人は大らかな人ですね。こうオプティミストというか楽天家ですね。なんとかなるよっていう感じです。で、目が小さい人っていうのはやっぱり細かいって言われます。そしてまた、あの犯罪をする人はやっぱりこの目がの瞳がどん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 ちっちゃくなっていきます。やっぱりその、瞳っていうのは本来赤ちゃんの時は大きいんですけど、自分自身がやっぱ悪いものを見たくないっていうので瞳がちっちゃくなるそうです。だからやっぱり付き合うかどうかはやっぱり瞳の大きさっていうのはすごく大事で、正直な人ほど瞳が大きくて、まあ、瞳がランランとしていますね。はい。で、次にですね、この白目のとこですね、この白目のところに、皆さん、あまり普段見られてないと思うんですけど、これからこの白目をちょっと見てください。この白目のところに代表的なこの赤脈っていうんですけど、赤い線とか赤いこういう充血してる、目の周りが充血するってあるじゃないですか。でもそこにある線が出た時には、これは未来予言ができるんですよ。はい。で、実は僕ね、この2つを見たことがあるんですよ、過去に。だからこれはちょっと自信を持って言えるんですけども、まずちょっとね、この図では見にくいかなと思ったんで、ここにちょっと線を描きました。このまっすぐ直線の場合と、こう波を打ってきたような充血があるんです。で、僕が見たのはこの波でしたね。はい。で、まずこの棒線の方からいきますけど、実際こんな太いのは出ないですよ。こんな太、本当に一本細くスーッと出るぐらいだから、僕たちがこう相手とこう顔を60センチかな80センチぐらい見て、ああるなって分かるぐらいなんですね。それは何かというと、このこっちがまあ鼻です、目頭、こっちが目尻ですね。だから鼻の方から見ると A がこっちの鼻の方ですね。で、これの方は、もしこの線が細いのがスッと一本出てるとしたら、廃材、未来これから廃材するけども、この A の方は自分のことで使って浪費するという感じですね。こっちの内側の方ですね。で、もし外側の方にピュッと線があるとしたら、
それは、まあ、異性に貢ぐ、自分以外の人に貢いだ結果、まあ、お金をこうなんて貢いでしまう廃財ですよ。どちらも財産をなくすんですけど、自分のためか人のためかっていうのがあるんです。で、この線が細いのが出るので、その線が出た時は注意してくださいと。実際もっともっと細い線ですけどね。で、次、僕が実際見たのがこの目の前にこういう波線がスーッて一本行ってたんです。僕も不思議やなと思ってたんですけども、僕がこの石脈のことは知ってたんですけども、やっぱり直接ひとくて見るとえって思うじゃないですか。で、それはまあある方でしたけど、あるまあ個人セッションを受けてたんですけど、あるちょっとした団体協会の副理事というかね、立場があったんですけども、なんか僕のその大和駅を全部学びたい、すぐ学びたいとかね、全部やっていきたいから早くやってくれって言われたんで、何かちょっと引っかかってたんですけど、この石脈がすごい残ってたんで、まあ何かなと思ってたんですけども、後で聞いたら彼女がその教会を辞めて、その教会のお客さんを全部持っていこうとしたわけですね。だけど結局そのなんかどうのこうのなってって言って、僕はもう関わらなかったんですけども、すごいここの目の前の方にね、グーッというこの波が打ってたのは覚えてたんです。で、結局他人を自分から騙そうとすると 目頭の方の波が出ます。 A 子はね。で、他人から騙される場合は後ろの波が出ます。ということは、もし皆さんが何かお仕事とかしてて、まあ、相手が、まあ、家族とか仲が良かったら、なこんなとこに波が出たらちょっと気ぃつけやって言えますけど、まあ取引先のお客さんとかやったらね、あとは皆さんとのその相手との人間関係だと思うんですけど、まあ、僕は大体セッションとか受けた時は、まあそういうことは大丈夫ですかって言って確認するんですけども、やはりちょっとこう、まあその時のシチュエーションでね変わると思うんですけど、まず自分自身がこういうのが出ないかどうか、未来予言なんでね、毎朝ちょっと歯磨いた時とかね、顔洗う時にちょっとだけ目の今の黒色やな、よしよしと、で線も出てないな、充血してないな、よしよしという形でね見ていただければと思います。で、最後にこの目の周りにね、目の周りの瞳の周りだけ明らかに赤い充血が来た時っていうのは、自分が考えてることがまあ悪くて、それが暴露される時ですから、まあ自分はないかもしれないけど、相手の人が持ってる場合がありますよね。だから あんまりこの前目の周りに赤い充血があって、それがラインとかこういうその瞳の周りをこうぐーっとこうなんですかね、回るような、そういう時はどれを見ても良くないので、普段からやはり自分の目の周りを見て、やはり目は、黒い瞳と白いね、白目がやっぱり綺麗なので、黒白の陰陽ですよね。そこにやっぱ赤が来るっていうのは危険信号なので、皆さんと今お話してる目の前の人にそういうラインがあったら、あ、ちょっとこれ危険かなっていうので、知るという未来予言ですね。自分予防にもなりますから。そういう形で、ちょっとこれは雑学ですけども、また知っておいていただければ、やはりね、どこかでね、長い人生の中で見ます。僕はこれとこれを見たので、やはりやっぱりちゃんとしたそういうの当たってるのよなと思って、自分の中でそれを戒めというか、ちゃんとその保険としてね使えたので、僕は良かったと思います。はい、という形で今回は目の中にある白い赤い線とかでね、その波とかで未来予言ができるという、そういう元相の不思議について語りました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。失礼します。